はい、皆さんこんにちは。佐賀健でございます。ちょっとね疲れてますね、なんかね、もうすぐ4時ですね。ドル円がね、ドル円ちゃうわ、ドルボン頑張ってますね。なんと 1304.94 まで戻しましたよ。1300を突破して1200台に行こうとしてますね。まあまあいいんですけど、別に円もね今日は 135.32 というところをうやうやしてますんで、まあその流れには沿っているとは思いますけどね。まあまあでもいずれはですね、またもっともっと円安進むと思いますよ。さて、コスピが安いんですよ。コスピどこ行った、コスピあれ、ちょっともう一回読みますね。コスピね、なんとね、2300割って2292で今日終わってるんですよ。だいぶあれですね、2300割ってきたというのは危険水域に入ってきました。これ下手して2000もあるようなことになると、いよいよお隣さん経済やばいんちゃうかという感じになってきますけどね。はい、さてですね、本題はですね、その恩の国の北側でございまして、最近北からのですね動静が伝えられていません。干ばつが一点ですね、なんか雨が降りすぎてですね洪水になってるという話がですね、昨日一昨日あたりのニュースにございましたけど、洪水ですかね、ほんまに。いや本当にね、雨降らへんで、困った困ったって言ったら次は洪水かいみたいな感じでございますね。どっちにしたところでね、要はインフラ弱い国なんですよ、あそこは。なんでちょっとしたね、こう雨が降ったりね、雨が降らなかったりする、あるいは台風がね、日本ではね台風なんて来るのは当たり前でしょ。特に九州沖縄は台風を前提に家を建てたりですね、いろんなインフラを作ってるわけですよね。ところがめったに行かない、台風行かないですよね。朝鮮半島にどうでしょう、何年かに1回ぐらいしか上陸しなかった。それも大体南の方をかすめるぐらいのもんでして、北まで行ったことなんてほとんどなかったはずなんですけど、ここ何年間かは行ってますね、ほんまにね。ドラッとこう朝鮮半島横切ったりしてます。で北側にもですね、台風の影響がこう及んだことが何回かありましたね、ここ何年間か。そういう時必ずぐちゃぐちゃになるわけです。もともと台風仕様になってないからすぐに吹き飛ばされたりするわけですね。まあそういう事情もあるんですけども、最近動静が伝えられておりません。何してんやろうと思いますけども、キム・ジョンウン君もですね、最近のお姿というものがですね伝わってこない、ね、どうしてんやろうなって。で何よりも何よりもですね、もう5月頃からですね、明日あってもおかしくないと言われてきたですね、N の実験ですね、ニュークリアの実験がないやん、今って。もうあれ、5月でしたっけ、5月ですね、5月の20日頃のですね、バイデンさんの訪韓訪日のあたりからですね、あるんちゃうのと。それに合わせてやるんちゃうかとかって言ってた実験が未だになされていない。で最近ミサイルも撃たなくなりましたね。韓国がですね衛星を打ち上げ成功して、いやいやいやってもう大騒ぎしてしましたけども、普通それに対抗してですね、俺らお前らって違ってね、俺らは ICBM 持ってんやみたいな、ダウンとやるんかなと思ったら、それもなかったですね。ちょっと静かすぎる。あの国が静かってなんか不気味なんですけど。あの国が静かは不気味ですね。でもしかしたらですね、ジョンウン君の身の上にですね何かが起こっている可能性があるんちゃうかななんて私は考えてしまうんですよ。健康事情ですね、要は伏せてる、あるいはですねブー君等々ですね、オミクロンに感染してですねブー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 って言うてるのかも分かりませんし、結局基本はあれ体力で治すもんですから、いろいろカクテルとかあるんですけど、まあそんなものもでも基本的には体力ですね。で、あのお年であの体型ですね、今30代後半で、あの体型はないでしょう、普通。
うん、成人病の3つや4つぐらいあってもですね、不思議がないのがあの体型ですから、少なくともメタボですね、で、ああなってくると大体、糖尿になりますね、普通はね。でまあ尿酸値が上がるということもありえるでしょうし、血圧は高いでしょうし、まあそれでですね、オミクロンにかかったりするとなかなか大変だと思います。まあそういうこともですね、十分に考えられるのがあの体型、あの年ということでございます。もしかしたら何かが起こっているのかもしれませんね。食料事情がね、悪いというのは前から言われていることでございまして、で、ちょっと前にはですね、オミクロンというか、まああれですね、コロナが大流行りしていると、400何十万人がかかったということになってます。人口の5分の1はほぼいったんちゃうかという感じなんですけども、まあまあどこまでね、その、何と言いましょうかね、報道が信用できるかという問題があって、まあ、私は何も信用しませんけど、まあ、何かの意図があって流してきたニュースだと思います。で、核実験をやるやるやるというふうに言われてまして、本人たちはやるとは言ってないんですよ。周りでもう準備はできてるね、あれはというふうに、みなしてからですね、まあどうでしょうね、もう優に2ヶ月は経ってるわけですよ。なんでやらへんやろうというのがあります。まあまあ国連の決議でね、やったらあかんって言われてるわけでして、まあしかし北朝鮮がね、国連の決議なんかを尊重してるというふうにはとても思えない、わけでして、前から言ってます通り、アメリカと北朝鮮ってニューヨークチャンネルがつながってるんですよ。日本とね、北朝鮮は北京チャンネルなんですね。どういうことかと言いますと、北京には北朝鮮の大使館があって、一番最有力な外交官が赴任しているはずなんですね、北朝鮮のね。で、日本にも北京大使館が、当然北京の駐日大使館がありますから、その大使館同士のつながりで何かあると、今はそこを通じてオフィシャルには連絡をしているはずなんです。日本政府の見解とか日本政府からの抗議とかですねは北京チャンネルでやってるんですけど、アメリカの場合はニューヨークチャンネルだと思います。ニューヨークには国連の本部がございまして、北朝鮮は国連加盟国ですから、駐国連大使というのがいるんですね、北朝鮮の。これは多分北朝鮮の外交官ではナンバー2ではないかなと思うんですね。1番は中国大使の、ですね、北京にいらっしゃる。ナンバー2あたりが国連大使です。ナンバー3あたりが中モスクワ大使、もう中ロシア大使ではないんかなと。その次ぐらいがイギリスとかになっていくと思うんですね。まあ、日本の外務省で一番の外交官はですね、最高のポストは中米大使なんですね。で、2番目あたりが国連大使か、あるいは北京、中中国大使あたりではないんかなと思うんですよね。戦前はこれが中英大使だったんですよ。吉田茂なんていう人の駐英大使をやってましたけど、まあそれはいいんですけど、アメリカはですね、ニューヨークチャンネルで、北朝鮮と話し合いをしている可能性があって、ニューヨークチャンネルを通じてですね、お前らって N 実験やったらな、分かってるやろな、トマホーク飛んでくれみたいな、そういうことをですね言うたのかもしれません。で、アメリカはかなり今回のウクライナのあれ見ててもね、かなり正確に、情報を掴んでる感じがするんですね。だから北についてもですね、キム・ジョンウンが今どこにいて何をしてるのかぐらいのことを分かってるかもしれないんですよ。だからそこをめがけてトマホークを飛ばすっていうのは割合できることかもしれません。でアメリカの艦艇がですね、どこにいるかっていうのはですね、まあ、分かりませんし、トマホークっていうのは潜水艦からでも発射できます。つまりですね、黄海というのはですね、黄色い海ですね、あそこは割合言いますかね、浅いんですよ、喫水が。潜水艦が潜みにくいんですけども、日本海は割と深いから潜水艦が潜みやすいんですね。で、潜みやすい日本海に沈めといてですね、まあ、トマホークの距離なんて2000キロぐらいは行きますから、日本海から撃ったトマホークがジョーン君のいるどっかのあれですね、建物にガンと当たるっていうことはあり得る、十分あり得ます。な、潜水艦から撃ったらですね、そんなほぼ分かりませんから、というような
ことをですね、キム・ジョンウン君に言うてるのかもしれません。お前撃ったらなトマホーク行くでって撃ったらちゃうわ核実験したら俺行くでってトマホーク行くでって分かってるやろなって知らんでその時はっていうふうに言われてる可能性があってジョンウン君がビビりまくってると。あのジョンウン君もね、そうですし、中国の習近平も基本ビビり屋ですね。これをやってしまったらもうやられるということは絶対にしないんですねあいつらね、これは大丈夫やろっていうようなことだけしかやらないんですよ、もしかしたらだからそれで、ビビってるのかそれともご本人の健康が優れないあるいはどうにかなってるのかということが考えられますと、まあ、そういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。